皆さん、こんにちは。ただいまに2級募金検定に関するガイダンス講義を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、そうしましたら今日はですね、あのー、2級を日商物件での2級ですね、えー、ご受験をご検討されている皆さん方にですね、えー、企業が求める簿記2級、まあ、その魅力ということで、えー、お時間30分程度頂戴をいたしましてですね、えー、お話の方させていただこうというところになります。まあ、あこののね、えー、ウェブでのガイダンス講義 ご聴講いただいたりという皆さん方は当然簿記検定というものを前向きにね捉えて頂い,いて、ね、よしやってみようかなということをご検討頂い,いているさなかガイダンスのにご参加頂い,いているという状況だと思うんですけどもまあこの簿記検定、まあ、昔からね存在します伝統的な資格試験でございますんでまあ大体ね社会人さんとかなって、まあ、週転職ということを考えた時に。 ね、なんか自分のスキルアップということを考えて資格取ってみようっていうのはまあ昔からねあるような一つの選択肢だと思うんですけども、まあ、その中でやっぱりなんていうのかな検討対象として上がりやすいのはこの募金検定だと思うんですよ。でまあ募金検定もこれも昔から言われる話ですけどね大体2級ぐらいまでを持っといてもらえればあ履歴書通り、えー、しっかり書いてアピールもできますよと。 まあ言うように言われた時代も長いし今でも大体そういう形になるのかなというふうに思うんですけどもじゃあなんでね2級ぐらいまでかね取っとくと一つアピール材料になるよというふうに言われるのいうところについてもねまあ今日のタイトルともつながってくるのかなというふうに思うんですけどあの昔のね今ちょっと変わっちゃったんだけど昔の簿記検定っていうのは。 あ3級2級1級っていう形でね、まあ、ランク付けがあって数字が小さくなるほどレベルが高くなるっていうところでまあ今はねそれ以外には例えば初級なんていうのも加わったりいろいろシステムも変わってはいるんだけどもまあ昔はねその321というシステムでその3級っていうのがねまあ簿記のまさに初学者向けの資格だったんだけどこれねあの問題時代か個人焦点を前提で問題作ってたんだよね昔は。 で個人商店って何なのっていうとこれが要は会社組織にななってない冷裁事業者端的なイメージでいうとおじさんとおばさんだけでやってるのはちっちゃい八百屋さんとかね、えー、そういった本当の小規模事業者っていうのを前提に問題作りますよっていうのは産級だったわけです。ただ あ当然のことだからほとんどの方々が就職されたりっていうのはあ当然ある程度規模のある企業さんっていうところになってくるんでその株式会社をはじめとするような企業において行う簿記というものが受験対策として出てくるのが2級以上だった日照簿記の2級っていうのは昔は中小企業ね非常上場中小企業を想定した簿記会計をやりますよというのが2級でで1級になってくると上場企業さんが対象になるとまあこういう明確な積み分けがあったんで えー、そういう意味からもね多くの人たちが週転職活動の対象とするのは企業さんだからまあそうするとやっぱり2級ぐらいは必要だよねと3級だとどうしてもねえー、個人商店レベルになってしまうからちょっとなかなか企業さんのところまでは追いつかないところもあるのでであるならば簿記の能力というものをアピール材料として使うんだったら2級ぐらい欲しいよねっていうのは昔のお話。 昔から言われてる一つの根拠なんですねじゃあ今はっていうと今日商の物件展で大きく制度が変わってねもう産休の時点からね昔は個人商店だった産休の時点からもう今もう株式会社会見ですよ。産、ね、休の段階でも株式会社を想定して本当に入門レベルの話というのをまず勉強しましょうと。 じゃあ2級はっつったら2級も当然株式会社なんだけども3級で基礎的な部分を問われたら2級に関してはある程度応用的な部分を取り込みながら問題作りますよって話でこれね端的なイメージで言うと3級ぐらいの資格を持っていただければすなわち3級に合格していただくぐらいの勉強をやっていただくことができれば。 母規経理に関する基礎,の知識基礎の知識っていうのがある程度固まったっていうところになるんで要は産休持ってる人であればね経理部なんかに配属しても上司や先輩の指示指導を受けながら日常業務をこなすだけの基礎的素養はありますと、まあ、これを認定しましょうっていうのが産休なわけですね。ねだから、まあ、そうね大学生さんとか専門学校生さんとか。 いわゆる学生さんが就職活動の一つの武器として考えるんであるならばまあ僕は,これ,はこれからいろんなことをどん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 吸収していく方々がまあほに土台の仕事ね経理の土台の仕事の部分に従事できるような基礎的能力は身につけてるっていうのは3級ですから、まあ、そういう部分に関して言えば十分ね産級でもいいのかなって僕は個人的には思う。 ただ現実的には今学生さんでも3級で終わるというよりはやっぱり2級ぐらい取っときたいという方の方が圧倒的に多いしまあ特に社会人さんで転職組っていうことを考えるとなんか最低限やっぱり2級ぐらいはね勉強しとく必要っていうのはあるでしょっていうのはまずあります。でさらに言えばこのあと少し売れようと思ってたんだけど2級ぐらいの知識ってね独立開業いわゆる皆さん方がフリーランサーでもいいし 会社を組織会社を作るという前提でもいいんだけどもいわゆる独立してね事業を行っていくという立場になるということを考えてもやっぱり2級ぐらいの知識は持ってた方がいいだろうなというふうに思うしあとはまあ別に独立なんかしなくったってね会社の中である程度責任ある地位になると。ね要はマネージャーみたいな立場になってね 日常的な自分の業務をこなすだけじゃなくてチーム全体の予算管理とかそういったものまでやらなきゃいけないよという立場になった時にやっぱり2級ぐらいの知識っていうのは持ってた方がいいだろうなって僕も思うんですね。だからそういう意味で考えるとやっぱりまあ今の時代簿記、えー、会計の知識というものをしっかり活用して、えー、自分のアピール材料とするんだるならば最低限やっぱり2級かなっていう気がするのよで。逆に言ううと1級とと級かになっちゃうとね まあ別にそれで食ってかなきゃいけないってわけじゃないんだけど一級はね正直言ってやっぱり会計で食っってていく人間の投入もんって感じかなだから経理のプロを目指すとかねえまた将来的に職業会計人と呼ばれるような会計士さんとか税理士さんとかあそっちを目指すとかあそういう人たちはまあ一級とかっていうのは一つの選択肢になるのかなと思うんだけどそうじゃなければ基本そこまではいらないと思うんだよねただ二級ぐらいいまでのの知識というのははこれはね。 職種であったりとかあ全く問わず業種とか職種を問わずね僕は基本的に社会人さんほとんど全ての方々は身につけておくべきものだというふうに思ってるしまあこれは少なくとも非営利法人でお仕事されるとかあいう方を除けばねすなわち営利利益の獲得を目的としない組織あるでしょ NPO でもいいし政府でもいいし。 地方公共団体でもいいですがそういったところで仕事をするんですよって人はまあ別にな,くなきゃないでもいいのかなっていう気はするけどもそうじゃなくて営利組織体で仕事をするとか自分が商売やって営利を目的に、えー、ご商売を進めていくという前提で言えばこれはねやっぱり2級ぐらいの知識っていうのは持ってた方がいいと思うんです。じゃあ何で2級ぐらいの知識が必要なのって言った時に2級になってくるとねこれ単純に簿記の領域の中でも。 物品販売業における商業簿記っていうやつ以外に工業簿記ってのは出てくるんですよで工業簿記っていうのは、まあ、端的に言うと製造業におけるですか簿記会計の勉強をやりましょうっていうのは工業簿記になるんですねでこの工業簿記の世界っていうのはどうしてもものづくりを行うメーカーで適用するものになるんであのものづくりを行うメーカーさんにとってまず非常に重要性が高いのがね自分のところで作ってる製品売り物ね、まあ、何だっていいですよ例えばこんなストッ,プウォッチとかある こういうういものを作りましょつっ,った時に当然原材料がいろいろかかったりものづくりの過程で従業員さんや例えば人件費がかかったりするでしょ。もろもろのコストがかかることによって、えー、自分のところで作り上げる品物、ね、売り物である製品っていうのが1個いくらできたのかっていう元の計算っていうのは極めて重要になってくるんですね。 でその元値の計算を正確に行いましょうなんていうのを工業武器の分野では勉強するんだけどどうしても工業武器の分野ってのはその元値の計算をやらなきゃいけないから製品が1つ作る過程でね売り物である製品を1個作る過程でどういうコストがどれだけかかったのかっていうのを徹底的に把握をする正確に測定をするってことは必須になるんです。すなわちコスト感覚っていうのはその勉強を通じて身につきます。 でこのコスト感覚に対しての、えー、知識が身につくというのはこれは別に製造業だけの話ではなくてどういうい商売行ったったて絶対必要なな感覚なんですよすなわち利益の獲得を目的にする組織っていうのはいわゆる売上高から売上原価などに代表される費用すなわち収益と呼ばれるものから費用と呼ばれるものを差っ引いて差額としての利益というのを生み出すことが目的なんですね。 だ端的に普通の人のの人感覚っていうのかな普通にお勤めされてる方々の感覚で言うと毎月毎月仕事してもらう給料っていうのが売り上げに近いすなわち収益なんですね。でこっから仕事行くために必須のコストである交通費なんかが全部差し引かれるといわゆる可処分所得ってのが出るじゃないですかその可処分所得に近いのかなと思うのが会社の利益なんだよ。でこの利益をね 正確に計算するまたは利益を増大化させようと言いった場合には収益を増やすか費用を減らすかどっちかしかないでしょすなわち給料自体を増やすのか交通費などの経費を減らすのかどっちかしかないからねどっちかやんなければ仮想分所得すなわち利益は増えないからでその利益の最大化を図るために何でもかんでもですね、えー、収益からマイナスされる費用と呼ばれるものを減らしゃいいのかっつったらそういうわけじゃないじゃない。 だって普通のサラリーマンさん考えてくださいよ。入ってくる給料は上がらない。入ってくる給料は全然上がらないけど、じゃあ、なんとか可処分所得すなわち利益を増やしたいとしたときに、とにかく費用の削減しましょうっつってね、じゃあ、これまでよ、ね通勤定期買ってたけども、それがもったいないから、通勤定期買うのやめて歩きますと。まあそうすれば確かに費用は減るわな。で、費用は減るから可処分所得は増えるでしょ。ただ、それをやったときによ、ああ、健康になるしいいなと思える人もいるかもしんないけど、 基礎体力がない人がそれやったらですねただ単純に通勤のための労力が増えて疲れちゃって仕事のポテンシャルが下がるってこともあるじゃないすなわち期的に言えば短期的に言えば費用が減ることによって利益は増大するかもしれないけども中長期的に見れば心身的な負担が増えてしまうことによって結局仕事の効率が上がらなくて給料がさらに下がるとかこういうことになりかないわけよ。 だから何が言いたいかというと利益をね中長期的に増大させ続けるためには出すべき費用っていうのは継続して出さなきゃいけないね費用っていうのはまあ一般的に利益の計算過程で言うとね収益をマイナスする要素ですからね費用はとにかく削ればいいんだっていう感覚に陥りがちなんだけど違うんですよ費用っていうのはですかあ収益を生み出すために貢献するものが費用なのね分かりますこれ会計の世界の考え方です 収益から費用を差っ引くと利益が出る。ね。で、その利益を最大化するためには、増大させるためには、収益を増やすか、費用を減らすか、どっちかしかないんだけど、やたらめったら費用を減らす方に注力すると、これ短期的には利益は増えるんですが、長い視点で見たときに、絶対的に会社の収益は減ってきます。だから利益も減ります。絶対そうなりますよ。なぜならば、費用というのは収益獲得に貢献しているものなんだ 収益獲得に貢献するものを費用と言ってそれは出すべきものは出さないと収益自体が増大していかないで逆に言うとね収益とは、えー、無関係に収益とは無関係に発生するものを会計の世界では費用って言わないんですこれ損失って言うんですで損失っていうのも収益からマイナスして利益の計算上費用と同じように扱うんだけどここがね大事な感覚で い収益からマイナスする要素としての費用と損失の違いを正確に理解しているかどうかっていうのがこれ意外と頭のいい人たちの中でも身についてない人多いんですよだからまあどこだ言わないですけどもいかつてね日本を代表するものづくりの会社音響機器のメーカーがありました、ね、その会社はああ業績が悪化してきた時にまあ正直言って経営陣があんまりあれだったんだと思います あんまり荒れたと思うんですけど収益がなかなか増えないから利益を増やすためにどうしたかって人権費ったんですよで人件っていったら費用ですからね端的に人権費削れば利益増えるじゃん赤字を脱却できるじゃん考えてやったんですねでやった結果何が生じたかねちょっと業績悪くなった時にすぐ従業員勤務はがこの会社なのね当時はそういうのが日本なかったですからああいつらそういうことすんのね見切りをつけた優秀な従業員がどんどん辞めちゃったんです。 で言葉悪いですけど移る場所がなないよような人だけ残ったんですよそうするとね結局会社に対する失望がそれを生んで失望をそれが生んでですね優秀な人材がバンバン出ちゃって、まあ、その分だけ給料高い人たちがいなくなりますから人件減るじゃない減ったんだけど、まあ、言葉悪いですけどね本来残っていただきたい人が残らずにそうじゃない人たちがいっぱい残っちゃったんで確かに人件費は減ったんだけど新たな収益源 すなわち新たに売り上げを作るための新製品が作れなくなったんですよ。で結局その会社破綻しましたからね。でこれなんかいい例なんですけど費用と損失の違いを理解してない人間が経営するとどうなるかっていうこの典型なんです。でこれ未だにありますよ。未だにい,、えー、いろんな会社さん当然日本にはありますけどもそこの部分をごっちゃにしてるような経営をやられてる方々おいでになります。ね。でもこれをやっちゃうと長い目で見た時に決してプラスにはならない。ね。 でそういったコスト感覚っていうのをしっかり身につけることにつながるようなんていうのは2級の工業簿記から初めて入り口として身につけることができるでこういったコストに対する感覚って絶対必要じゃない。 何でもかんでもやみくもにお金かけりゃ利益が上がるのかってそういうわけではないからやっぱり効果効率的なところにねピンポイントにお金を使ってそれによって確実に利益を増やせるようにしていかなきゃいけないんでそのためにはどういう活動をやった時にどういうコストが生じてるのかっていう正確に把握できるってこういうの必要なんですね。でこういうのを会計の世界では管理会計という。ね。でも1 4 5年前からそうだと思うんだけどこの管理会計なんか無機質に。 人間の感覚とは切り離してある程度数字ばっかりを追うっていうのはずっと続いてたんですけど今なんかやっぱりね組織というのは人の集まりだから人間の心情というものも考慮しながら効果的な管理会計を実施しましょうなんて言って心理学と管理会計の融合を図るっていうような学問領域が非常に広がってるからあのもしかしたらこの中でもね興味があって語、えー、学習を進められてるとか大学で研究されてるとかもいらっしゃるかもしれませんね。ももうう年年前前かかなぐららいいだぶ顕在が ししまた今でもね学生さんなんなかでそれれを研究されている方結構多でですねでそういう分野もどん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 開拓されてますけども、まあ、何にしてもねいきなり2級でそこまでの話をやるわけではないんだけどこういうコストに関する感覚を身につけることができるっていうのは2級やんないとやっぱりできないんですよ工業武器やんないとできないから。 だからそういったコスト感覚っていうものを正確に身につけるっていうのは2級から入り口の段階でやることができるのでまあくどいだけど当然ね企業というのは営利を目的に存在すする組織ででからそうでしょまあいろんなお題目であったり経営理念を歌うっていうのは全然いいと思うんだけどあの企業少なくとも株式会社をはじめとする営利法人の究極の存在意義というのは利益の最大化ですからね。 利益を生まない組織なんて会社としては2流3流4流です、えー、ちょっとそこら辺がもう曖昧になっちゃうところ人がいろいろいると思うんだけどだって企業の最大の存在意義って利益を生み出すこととによよる雇用の維持と納税ですよこれが企業の存続意義ですから、まあ、当然最終的にはね出資者に対する利益の分配ってのも入りますよ。ただそれらを果たすことができなければ企業なんか存在価値ないですよ。当たり前でしょね。 ただの搾取奏疾になっちゃうからそんなものはいらないで企業というのは当然利益を生み出すために存在してる究極的にはそこなんですだってそれが嫌だったら初めから利益目的とする営利法人の手なんか取らなきゃいいんだからそうでしょだそうなってくると利益を生み出すことを目的に存在してるのは会社なんですこれは物販だろうがサービス業だろうが何だろうが関係ない、えー、営利法人の手を取ってる以上どういう組織だって究極の目的そこなんですそうなってくると利益の最大化を図るためには今言った通り 効率的に収益を伸ばすとか効率的に費用を支出するとかこういったところの感覚っていうのは絶対必要になってくるからある程度会社の中で地位ができてきて、ね、グループ全体を統括しなきゃいけないようなんていう話になってくればこれも絶対的にコスト感覚っていうのは求められます。それは研究職職だだろろううがが営業職だろうが関係ない 営利を存在前提に営利を目的に存在する組織で仕事をする以上根本的にその利益の計算概念というものが理解できてたりコストに対する感覚を正確に身につけるってこれはもう絶対必要な話ですからそういう意味で言えば2級デ度の知識というのは僕は極端な言い方をすれば営利法人で仕事をする以上絶対必要だと思いますよ。でもって言ってしまえばまあこれからどうなるかっていう僕は預言者でも何でもないから分かんないけどあのおそらく。 地方公務員さんの方が早いと思うけど公務員さんだとそれ必要になりますよねっていうかもう今すでにやってるところ多いですけどいやうちは非営利だからねえ、まあ、確かにそうかもしれないでも冷えりだからで正直言ってちょっと今まであぐらを返したところもあるんじゃないかなって僕思うんですよどんぶり感情が過ぎる、えー、それではやっぱり国民は許さないでしょ今もう国民の側からあ国や地方公共団体に対していろんな注文が出るようになってくるし下手なことやれば批判も浴びるでしょ だからやっぱり公務員さんもそういう感覚コスト感覚って絶対必要になってくると思うから勉強することで意味あると思いますよ。いやそれ別全てがね営利の考え方を非営利組織で当てはめるってことはできないと思うけどもただやっぱり欠税の効率的なな運用とということを考えた場合にはコストトベネフィット絶対必要なんですよでそういったところってのは民間の考え方すなわち営利組織に関する考え方ってのは土台にあるのは間違いないんでそれを勘無しはできないでしょう。 それを土台としながらも日襟組織としての特性をそこに生かしていくだけの話ですから,だからそういったことを考えると今後長い目で見た時にやっぱりね母規二級ぐらいいのの知識っていうのはどういう人でももやっっぱ僕は持っておくべきだもんだと思いますでねまあ僕もこういう仕事をさせていただいてるんで2級を勉強してどれだけプラスになりますかって言った時にですねたまにご相談いただくんですよ。いやだって2級なんか取ったって就職できないでしょそれで食っていけないですよね。 なんかこう諦めムードがね <laughs> あのあ漂ってるご質問をよくいただくんですけど僕はね2級だけ取ったらそれで食っていけるのか絶対言いませんつうかもう今の時代資格取ったら食っていけますよってそんな時代じゃないでしょ ?56 年前まではね僕そういうご質問いただいた時にいや資格取ったら食っていけるっつったら何っつったら医者ねあの基本的にそれしかないって僕は言ってました。 あー公認会計士だって税理士だって、まあ、弁護士だって何だっていいですけど、ね、いわゆる侍商売と呼ばれ、ね、る修行ね昔は取ったらもう食ってくけるよっていう時代ありましたけど今そういう時代じゃないですよ当たり前ですけどね弁護士だって税理士だって会計士だって資格取ったらもう食いっぱくれないよずっと食ってきますよそんなのないんだからでそうすれば2級だって2級取ったらもう食っていけるよそんなことは僕は言いません ただ就職の機会に恵まれるってのは間違いなく可能性は高まると思うけども2級取ったら食っていけるなんて言わないで経理という業務はですねまあ社会人さんだったらお分かりだと思うんだけど多くの場合お金は生まないそうでしょ会社の中で一生懸命仕事しても直接それで売り上げを作るわけではないからあ直接売り上げを作るわけではないけどもねだからそうすると経理なんか会社の中でおまけみたいなイメージの組織っていまだにあるし。 まあそれは会社の考え方ですからいい,いいとか悪いとか僕は言わないですけどもただ間違いなく言えますが経理が弱い会社は伸びませんまず伸びませんまたは伸びてでも本来もっと伸びしろがあるのにいいところで止まっちゃってますまあいいところっつったらあれだなある程度のところで止まってます間違いないです経理人材が優秀な会社とそうじゃない会社っての,運転の差が出るだって経理ってただ単純に伝票するやつ請求書を送るってそんなん経理じゃないからね 確かにそういう業務というのも一応こうになってはいるけども経理というのはあくまでも会社のお金に関する管理全体をやったりとか予算組をやったりが全部ひっくるめて経理すなわち経営管理ですからね。 で,駆動ですけど経理というのは会社のお金の動きを管理するんでしょ営利組織というのはさっきも言ったけど利益を生み出すことが究極の目的なんですよってことはその利益の計算をするためには当然お金の動きは把握しなきゃいけない言い方変えれば経理業務っていうのは企業の根幹なんですで、これが優秀な人材がやってんとことそうじゃないとこ運営の差が出ます間違いなく出ますこれ100%言えます いやいやそんなん決まりきったことやらいいんでしょと思うかもしんないけど全然違いますよ全然違いますよ優秀な経理マンがいる会社は多少本業の部分が厳しくなっても十分お金回りますで従業員さん他の同僚たちの生活向上にも役立つことはできますただ無能な経理マンしかいない会社は多少本業がよくったってなかなか利益のばないで今みたいにですねコロナみたいな不幸なことが起きるとパッとすぐ潰れます だって皆さん方も身近な話題でねニュースなんかで見たと思うけど、まあ、昨今このコロナのおかげでっていう表現はよくないかもしれないけどさ民間企業に対する助成金というものに対して着目が浴びたでしょもう一番代表的なのは飲食業に対する補助金ですよねいろんなものだってなんか飲食バッグもらってずりとかって話になったりもしてるじゃないですかであるけども当然あれだけの規模のものをやったっていうのはこのコロナ禍で初めてですけどもねただ民間に対する助成なんか昔からなんですよいろんなもんでいろんなもんで 例えば、ちょっとあんまり具体的なこと言うとあれかもしれないけど、ね、あの厚生労働省が昔ですね、あの会社の中で、えー、育児休暇制度をやりますよという紙配ったら80万上げますっていう制度をやったりしましたよ。ね、で、そんなのは紙配りればいいんですよ。で、これね、身内だけでやってる会社でもいいんですよ。まあ、知ってる方も多いと思うけど。で、そういうのをちゃんと経理マンが情報として把握してると申請出すわけですよ。で、紙配りればいいんだから、従業員に。回覧してっつって。 そしたら80かだか80万って言うかもしんないけど、ね、80万円の金があればい設備投資ちっちゃいお店だったら店舗でディスプレイするための重機に回したりとかネット設備整えて通販に力入れたりできるじゃないですかそういう金を生み出すっていうのも経理マンの能力ですよでそういうふうに、まあ、極端なし何の営業努力もしなくったって申請手続きだけやればもらえるもんでしょ、ね、それをちゃんと情報として持ってるこれ優秀な経理マンじゃないですか。 ね、でそんなの知らないっていう人が世の中経理マンと名乗ってる人いっぱいいるんですだからそれが無能な経理マンですよだから今後経理という業務を考えたってねあのただ単に伝票処理やってますとかただ単に銀行との接触だけ決まったことやってますとかそういう人は多分いらなくなりますねえ決まったことやってんだけだったら誰だっていいんだあーだからそういう人はこれからいらなくなります間違いなくどん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 お AI だって進展するしね変わってっちゃいますよ 昔からの伝票処理みたいなのでもうそれでいいやと思ってればそれはねあのー、2級取ったって無理です無理です、えー、それはもう真っ先にって言ったら言葉悪いけどお永続的に経理業務をやり続けるって無理だと思いますよそういう人は確かに取っても無理だと思うただ僕はまずこの2級というものをしっかり身につけたらばそれを土台にしてねまたは足がかりにしていろんなところにどん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  スキルアップのために学習の職種というものを伸ばしていっていただくことできると思うのよだって営利組織で仕事する以上必要なんだからこれそもそも自分で独立開業したい、ね、こういうものを提供してみんな楽しく生活してほしいとかおいしいものを食べてもらってみんなににっこりしてほしいとか。 ね、そういう数コラ2年で例えば皆さん方があ独立開業された独立開業されてもねその喜びというものを提供し続けるためには継続的に利益を生み出さなければ会社が続かないんです。でしょってことはおいしいラーメン作ることを突き詰めたりねえー、かわいい、えー、宝飾品を作る技術を突き詰めることも大事なんだけども。 それを続けるためには絶対的にお金に関する動きを正確に把握するって必要なのそれができなければどんなにうまいものを提供したって会社潰れるんですよ実際にあるじゃないですかおいしいラーメン屋さんバンバン潰れたりするでしょ確かにラーメン職人としては一流かもしれないけど企業の運営としてなってなければ会社は続かないんですだから経理という勉強すなわち簿記という勉強は営利組織体ではもう絶対必要なのだどういう人でもやっていただければいい でさらに言えばこういったものをしっかりと突き詰めていけばその営利組織体の中でさっきも言ったけどコストというものに対しての感覚そして売上収益の増大というものに続いての感覚これをやっぱり身につけることができるから絶対的に優位な存在であることは間違いない。ね 確かに会計というのは独特な世界だったりするから非常にとっつきにくいところもありますよでとっつきにくいところもあるんだけどそもそも自分の組織が属している会社がねどういう思考やどういう過程に基づいて利益と呼ばれるものを出しているのかこれを分からずして営利組織で仕事するって僕はおかしいと思いますよ。でただ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 ですね給料が上がんねえだろピーだろプーだろって言ったってねしょうがないでしょって話。だからそもそもそのじゃあ給料ってどっから出てるんですかね 費用として扱う給料会社にとっての費用として扱う給料ってどっから出てんの収益から出るしかないじゃん。だから自分の給料を増やしたいと思ったら収益を増やすしかないんですよ。ね。で今20年以上日本というのは給料がずっと実質的に下がってるって言われてます。下がってるんですけどこれは収益が伸びてないからです。で収益伸びてねいんだから費用が伸びね <laughs> 費用である給料は同じように維持されるべきじゃん。考えるかもしれないけど。従業員に払うう分所得っていうのは 会社が稼いだお金の中でね人件費予算が全部従業員に渡ってるわけじゃないんですよ皆さんご承知の通り今社会保険料の負担ってのはバカみたいに増えてますからねで皆さんの給料だって天引きされるの多いでしょねえ 健康保険にしたって年金にしたっていっぱい引かれてるでしょあの負担率って従業員だけが払ってんじゃなくて当然ですけど会社が負担してんですよで負担率がガンガン上がってるんだからそう人権費予算自体は決して減ってないんですよただ天引き部分も大きいから従業員に渡す部分がどうしても減っちゃってるだけなのだからそこの部分を増やそうと思った場合には天引きされる部分は減らないんだから社会保険料ばっかり取られるんだからじゃあどうすんの収益を増大させるためにはどうするかを今考えるしかないんですよ でそのためにはどういう部分について費用を効率的に失踪していくかこれがやっぱり感覚として必要なのよでそういった感覚というのを身につける土台っていうのが母規の2級ぐららいから始まってくるでそこの部分が面白いなと思えば例えば1級行って勉強したっていいだろうし僕はね別に何も資格を取ることが全てだとは思わないのであの2級で土台を身につけたら例えばね大学の。 おご自分が興味あるような管理会計の先生について大学入り直してけ、ね、研究し直したって僕いいと思うしそこまで学院が厳しいということであれば今いろんな大学さんがね無料かテキスト代ぐらいで参加できるような市民講座やってるじゃないその中に管理会計の先生方が分かりりやすすくくご説明してくれるよような公開講座いいっぱいありますよそういったものをどんどん活用することによっていい自分のスキルを上げていけばいい。 でそれは別に1級の知識がなくったって2級ぐらいの土台があれば勉強し先生にご質問させていただきながら対応することはできるでこれはあ絶対的に皆さん方の今後将来にわたってね営利組織等で仕事をし続ける以上は絶対役に立ちますねっやっぱりこういうコストに対する感覚というものを正確に理解した人たちってのは企業にとって優位であることは間違いないただただあげろじゃなくて ね、給料を上げる給料を上げるだったら誰でも言える給料を上げるためにはここの部分をこういうふうに増大させてコストのね発生対応を変換して収益をこういうふうに増大させて会社の収益を増大させていった結果として利益を増大して給料も上げてくださいとそういう感覚を持った人ってのは企業にとって絶対的に優位であることは間違いないです。ねまあいろんなこと言い始めるとギリがないんだけどもあのー、これからねまあ20年30年 長いスパンで物を考えたときにこれは僕の主観ですよ僕ははここの国はあこれから大きくく衰退していいと思います、まあ、多くの指揮者の方も言ってますけど僕は実地でいろいろ仕事もしてるんで中小企業を見てて本当に思うおいもう先ないなってつくづく思うだから今後20年30年ははまだ日本は落ちます、えー、唯一唯一というのかな近代史において先進国で呼ばれた組織国が低迷していくのは日本がそのモデルになると思う。 ただ僕はその中でもねその中でもきっと将来にわたって、えー、日本を救ってくれるような若い人たちが出てきてまた日本はあ世界に冠たる経済国に戻ることもあるかなと僕は思ってるただそれは少なくとも20年30年はかかるすぐにはできないですぐにはできないじゃあその20年30年の中で皆さん方どうするのっつった時にこれはねどんなに厳しい国やどんなに厳しい地域にいても え自分の生活を確固たるものとして幸せに生きる人ってのは絶対いるんですよ。まあ、間違いなく言います。間違いなく言います。うそ,そうでしょね戦争なんかで全く食べ物も手に入らない金なんか意味ないっていう状態になれば別かもしんないけどそうじゃなければそうじゃなければどんなに厳しいようなイメージを持たれる国だって裕福に幸せに暮らしてる人たちってのはいるんですでそれは別に一部の特権階級という表現になるのかもしれないけどもどこの国に行ったっているんですよ。 日本がこれから衰退していったってしっかりと自分の地位を確立して自分の腕で食っていくような能力がある人たちだったら、まあ、間違いなく幸せに生活できます。ただ何もない人たちはこれから落ちる一方だと僕は思う。まあ本当に失礼な言い方かもしんないけど流されてるだけの人って対処のしようがないからね周りが下がったら一緒に下がるしかないんですよ。 でもみんながみんなじゃあ給料下がってんのさっきも言ったけど日本はここ20年ぐらいでね給料うーんとまあ極端に下がってますよ。で、えー、所得の中央値あたりが5600万だったものが今2300万下がってるところがあるでしょ特に若年層はそこまでいってますからねじゃあ200万下がりました100万下がりましたっつった時にみんながみんな下がってんの下がってない層はいるんです。 じゃあその大多数下がってる層と下がらずに上がってる層僕らなんかより全然稼いでる若い人っていますからね僕らが20代の時よりも全然年収高いですよって人はいるんです現に。じゃあそこに行くためには何が必要ですかやっぱり日々自分がそうならないようにまたは自分の能力を発揮できるようなスキルというものをしっかり身につけてそれをうまく活用するのは努力をされている方々だからそっちに行ってるんですよ。 で皆さん簿記というものをしっかり勉強をやっていただいて世の中の仕組みというものを土台として身につけることができればこれをまさに発展的ににに伸ばしてていいくこととよよってそっそちに皆さん入れると思いますよ僕は何の分野だっていいと思うけどもやっぱり世の中に需要があってね世の中に需要があってなおかつある程度専門性の高い分野であればやっぱり自分の確固たる能力として社会にアピールしなおかつそれがね 報酬という形で僕は見返りもちゃんと得られるものだと思ってるんであのそれはもう間違いないと思うんですよ。だそういうふうに移行できる一つの取っかかりとなるのが僕は二級だと思います。 別に級当然そっからあとどういうふうに伸ばしていくかっていうのは当然出ますけどもでもやっぱりそういったね土台の部分っていうのをしっかりと身につけるっていうことは絶対できるはずですからあーそういう意味でコスト感覚っていうのをしっかり磨くっていうのは2級が入り口になりますんでね是非そういうことも考えながら。 あ2級ぐらいいいいいいいののの勉強っててうううは取り入れていただくといいのかなっていうふうに思いますもうこれで30分ちょっと経っちゃったんでねあんまりまあなんか漠然とした話であれなんだけどあのー、経理なんかこれから AI に取って代わられるんだからやったってしょうがないよっていう人も中にはいますただそれは嘘ですよあのそんなん信じない方がいいですよ AI に取って代わる部分は間違いなくありますただそんなの経理だけじゃないたださっき僕言ったでしょね伝票処理やったりなんだりってい,いわゆる昔のね経理担当のね なんつうの, <laughs> あの言葉難しいですけど昔の本当に伝票処理とかやってるような経理マンそういうのはいらないですそれはあの今後うんちゃらかんじゃないです今いらないですからで余談ですけど僕税理精進参加のコンサル会社で役員やってますがうちあの経理業務のアウトソーシングも受けてますでうちなんかは基本的にスタッフがみんな一級上ですからあそうすると、まあ、変な話ですけどもお正社員をね中小企業お客様ですけどもお正社員をわざわざ雇用して えー、産業の伝票処理しかできないような人たちをですよ固定給でずっと雇い続けるんだったらうちに仕事を依頼していただければより高度な専門知識を持ったスタッフが業務に従事できますんでだからうち栽培にしてですね経理業務に関しては今新規のお客様断ってます対応できないんでそれぐらい引き合いがいっぱい来る。 だそれは逆に言うと中小企業のおじさんたちがね経営者たちがですよ伝票処理しかやらないような人たちいらないっていうふうに見てる証しですよ昔はそれでもできたのよ会社全体に余力があったし日本全体に余力があったからいやそれだってまあ頑張ってんからね首切っちゃ悪いからい、まあからじゃあやってくれりゃいいわとそういうのがあったけど今そんな余力ないですから、まあ、大企業だってそうでしょだん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 それきつくなりますよだそうなってくんと2級取ったからもう終わりとかそういう時,点で時限では当然ない これを端緒にしてどこまはもう常に考えなきゃダメだと思うけどもただ経理業務が衰退してねもうこんなもんやったってしょうがないなんていうことは100%ないだって営利組織である以上絶対必要ですから,、ね、だからそこをどれだけ伸ばしていけるかですよ、ねね。僕はそれで十分やっていただくことができる仕事だと思うしやるだけの価値のある仕事だと思うんでね是非、まあ、前向きに捉えていただいて、えー、2級を単調に。 まずは2級ですけどね、えー、そこから先どん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 この経理というもの、ね、会計というものを自分の武器にしながらね、えー、ご自分の生活というものをね組み立てる一つの糧に。 していいいいいいただけるとといいんじゃないかなかう,うに思います、はい、少しね、やみく、えー、いや、なんか、うやむやというか、ああ、曖昧な話が多くなったんで、あれですけども、まあまあ、今、世の中ってそういう形になってるんだよというような話を少しさせていただければというところでございまして、お話しさせていただきました。まあ、これ以外にもね、3、2、9、短期合格の秘訣とかっていうのもやってますし、まあ、いろいろございますが、いろんなところでね、情報収集していただいて、よし、やるぞと決めていただいたら、前向きにね、えー、勉強頑張っていただいて。 資格というものを手にしていただければというふうに思います以上で本日のガイダンス講義は終了となります皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました